Waste to Energy、 ゴミをエネルギーに変える新しいテクノロジーが愛知県豊橋市で生まれました。畜産農家に共通の悩みは糞尿処理。豊橋式バイオガス発電システムが頭痛の種をお金に変えます。バイオガス発電所といえば、北海道の大農場や下水処理場向けの大規模な設備でしたが、産学コンソーシアムが開発した豊橋式システムは小型化とコストダウンに成功しました。現在稼働中のプラントは3軒とも養豚農家で、ご覧の通り中小規模の経営です。牛なら100頭、豚なら1000頭規模から導入可能な豊橋式システムにより、バイオガス発電の市場は大きく広がります。小型の商用バイオガスプラントは世界的にも珍しく、豊橋式システムは国内外で注目を集めています。バイオガス発電のメリットを3つ挙げます。まず、メタン発酵槽は密閉式で糞尿の臭いが大幅に軽減されます。次に、ガス発電機は太陽光や風力と違って1年中稼働します。しかもバイオガスの電気は39円の固定価格で20年間売電できます。 50kW のプラントが8000時間稼働した場合、年間売電収入は1560万円になります。では、豊橋式システムのシステムフローを第2号機を使って説明します。原料を前処理する原水槽、このプラントでは日量17トンの糞尿と雑排水が原料です。微生物が有機物を消化するメタン発酵槽、耐久性に優れた鉄筋コンクリート造の発酵槽を現場打ちしています。バイオガスの主な成分はメタンと二酸化炭素、少量含まれる硫化水素は精製装置で除去します。精製したバイオガスをガスホルダーに貯留し、センサーでガス量をモニタリングします。発電機は中国でオーダーメイドします。業歴20年のこのメーカーは年間1000台以上の発電機を世界中に販売しています。エンジンから発生する熱はメタン発酵槽の保温などに有効利用します。発電機が作った電気はそのまま農場で使うこともできますが、売電する場合は系統連携装置を追加します。メタン発酵後の消化液は北海道などでは窒素吸収の早い液肥として農地還元されますが、このプラントでは浄化槽と堆肥車で処理しています。大したトラブルもなく順調に動いています。悪臭とかそこら辺の問題がだいぶあったのが、これを導入したことによりだいぶ軽減されて、イメージ的に良くなり、海外からも表彰されだいぶ好評です。ぜひ一度都合さえつけばここに見学に来ていただいて検討してもらった方がいいと思います。豊橋式システムは4社のコンソーシアムにより開発されました。このコンソーシアムで事業計画の立案から事業認定の取得、プラントの設計・施工、遠隔運転やメンテナンスまで一貫してお手伝いします。日本の畜産業を変える豊橋式バイオガス発電システムをぜひご検討ください。